こんにちは、ウプ主のイワシです。今回も5月1日のフニンガスをお届けします。前回の試合の次の試合です。この日は4試合連続でトレ高が得られてしまったので、消費には時間がかかりそうです。それでは、参りましょう。インポスターになりました。新マップでのインポスターは2回目、しかし1回目はあのゴベントだったので、実質、これが初めてのインポスターになります。そろそろなってみたかったけど、やっぱり怖いよ。とりあえず、適当にタスクのふりをしつつ、妨害をしつつ、時が来るのを待とう。誰もいないよ。え、もう誰か死んだの？ちょっと、私の目の前で殺していったんだけど、学校屋さんが私の目の前で殺しました。いや、タラちゃんさんが殺しました。学校屋さんが目の前で。だよねー、学校屋さんだよねー。違う、あのね、停電になった時、豚野郎さんがなぜかシャワー室の右側に行ったんですよ。それで殺しに行ったんでしょ、チャンスと思って。それで私がいたことに気づかなくてあってなっちゃったんでしょ、わかるよー。さあ、死んでもらおうか。早い。この勢いは白タラちゃんだわー。目の前でやりやがったからね。待って、投票が早いって。私をローラーで釣ってもいいから学校屋さんを釣ってくれ。どっちも爆発しろ。葵ちゃんとカンちゃんとラム、どっちも爆発するんだ。ああ、相方が速攻で釣られてしまった。多分言い流れ不可能だと思ったので、あえて早めに投票を入れて、グルーっぽさを出してみたのですがどうでしょうか。さて、残りを一人でやってしまわないといけないのか。いや、無理じゃね。とりあえずタラちゃんさんはローラーで釣られる流れになると思うので、様子見しますか？ローラーはちゃんとしないと痛い目を見るというのは、これまで学んできましたからね。葵ちゃんが爆発したということで、次はパンちゃんが爆発しましょう。いや、やめておいた方がいいよ。だって確実に学校屋さんが人類の敵だし。人類の敵。でもこれでローラーしないのはさ。でももしこれで、タラちゃんが白だったら、フニチカさんが相当怪しくなりますよ。そうそう、フニチカさんが怪しい。おんやんのか？でも前ね、それでタラちゃん信じて負けたからね。いやぁ、本当に。でもここはどう考えてもローラー安定でしょ？なんかですね、今の召集がかかる前のタラちゃんさんの動きがすっごい怪しかったんです。めっちゃこっち追いかけてきたじゃないですか。いや、追いかけてないよ。ああ、これタラちゃんさんだったか。でも、このパッションは本物な気もする。まあ確かにねー。本当に。でも、前みんなそれで騙されてたよ。信じていいの？でもね、タラちゃんがすぐ、学校屋さんがって言ったのに対して、学校屋さんは誰が犯人ってすぐに言わなかったんですよね。学校屋さん来るなら普通すぐ言ってくれると思うんですが。学校屋さんはまともですからね。まとも？どういうこと？まるでみんながまともじゃないみたいな。なんか学校屋さんをやたら擁護するな。どうしようこれ。もしかしてフニチカさんを釣るべきなのでは？ありゃりゃ、ローラーにはならなかったか。でもなぜかフニチカさんが学校屋さんを擁護する感じになってますので、利用できそうですね。フニチカさんは生かしておこう。あとタラちゃんさんも。マップ右側で、ずっとタイタヌさんとタスクやってるんですが、他に誰とも会いませんね。どうだろう、キルしても良さげかな。ここは緊急タスクを発動させてから、停電か？いや、昇降機か？昇降機右側にタイタヌさんを誘導して、キルしてベント移動という流れで行こうか。こっちだよ、タイタヌさん。こっち。くっ、左側に行かれてしまったか。じゃあこっちは私が直すしかないですね。あ、タイタヌさんが戻ってきたぞ。緊急かけても右側に人が来る様子がないし、食べても良さそうだね。ここにベントがあって助かりますわー。犬宮さんの冷圧が消えた。この時の犬宮さん、回線の調子がすこぶる悪かったみたいで、とりあえずクルーが一人減りました。私に風が吹いています。誰か今退出ってなりませんでした？犬宮さんが私の目の前で落ちた。回線落ちっぽいですね。え、タイタヌさんが死んじゃった？あ、ほんまや。私、タイタヌさんと一度会ってます。エンジンルームでタイタヌさんと会ったんだよね。犬宮さんにタイタヌさんがキルされて、その後に犬宮さんが落ちた可能性は？いや、それはないよ。だったらこの時点でゲーム終わってるもん。でもタラちゃん黒だったら終わらないじゃん。
フニチカさんの死体隠し招集の可能性もなくはないけど、さすがに誰か落ちたことの確認招集でしょうね。そうだよ。というか、なんでさっきローラーしなかったの？だって私じゃないもん。なんというか、パッションが白っぽく見えて。前の試合の私のローラーは受け入れてもらえなかったのに。ここはバレないようにギリギリで、ポイント。やったぜ。私入れてないよ。フニチカさん、今やったぜって言ったね。これあれでしょ、これ。なんかわかんないけど連れたくな。これであとクルーは4人ですか。勝機が見えてきた。その後、緊急招集がかかるものの、誰が黒とも言えず、誰が白とも言えず、全く情報がなく、やたらとタラちゃんさんを釣りに行くフニチカさんと、ローラーに乗り気だったのエゾウさんが、魔球さんに若干怪しまれる結果に。今のところ、怪しまれる要素が皆無のようです。まだまだ頑張れそうだ。でもあれだね、なかなかキルできるタイミングが来ないね。タスクバーが全然進んでないことから見るに、時間的余裕がかなりありそうなのが救いでしょうか。とりあえず、ガサキさんが隅っこに行きたがってるので、キルチャンスかな。ぬぬぬ、魔球さんもいたか。ここは一番離れた昇降機の緊急タスクを発動。と、フニチカさん以外が集まりましたか。あれちょっと待てよ、これ、昇降機で二人ずつで分断させてさ、そこでキルして、フニチカさんに罪をなすりつけることができるのでは？かなり怪しまれているので、釣れるかも。よし、そうなったら実戦だ。いただきまーす。さて、死体が見つかる前にひたすら逃げるのだ。ベント使っちゃおう。あれ、昇降機の右側を直した人がすぐ見つけると思ったけど、意外と見つかってないな。このまま下から合流すればアリバイが作れちゃうかもしれない。いける、いけるぞ。みんなと合流できちゃったよ。あとはどうやってアリバイを成立させるか考えないと。緊急が終わった後のエゾウさんと別れて右下に行ったって感じでいいかな。ノエゾウが死んだ。なんか一度全員集まりましたよね。集まりましたよ。で、その4人の中で、私とイワシさんは少し遅れて現場に行ったので、この2人がキルできることはないと思います。ですよ。なのでイワシさんとフニチカ目線だと、魔球さんかガサキさんです。昇降機のタスクで、右側に行った人間だと思うんですよ。右側直した人って誰ですか？私です。てか、魔球さんはいつもローラーはちゃんとやろうってタイプなのに、今回は言わないから怪しいんですよね。また私釣りますか？だってあの時いつもならタラちゃんさん釣るって言うじゃないですか。あの時のタラちゃんの口調はね、大体白なんです。あなたそんなことでかばう人間じゃないでしょ。その後議論が行われるも、確信には至らず。時間がないですよ。誰か釣ります？魔球さんじゃない。私釣ったら負けですよ。魔球さんでしょこれ。また間違えたってネタにされますよ。ごめんねー。これでインポスターの勝利がほぼ確定。やった、やった、まさかここまで来るとは。あとは、ウイニングラン、見ていてくださいね。さてまずは昇降機の緊急タスクを、で停電中だった。これキルクールタイムの前に復旧させられると困りますね。フニチカさんが復旧に向かっているようなのでついていこう。あ、これ律儀にドア開ける必要ないじゃん。でも、これで、終わりまーす。はい、残念。いやーよく頑張りましたね、ほんと。お疲れ様です。勝てた、勝てたよ。全然わかんなかった。やべえ、ネタにされる。動画でネタにされる。まあ、フニチカさんがローラーを押すのは間違ってなかったとは思います。私、感覚で動いてるので、一貫してないところもあります。ということで、名探偵の次は、名インポスターになりました。そしてこの次の次の試合で、私は名探偵になります。次回は、その試合をお届けしましょう。では、今回はここまでです。よければ、動画にいいねを押していってください。